ノイ代表のヒロです。ディレクターの小山健一です。メンズ限定スタイリストやっております、清高です。スタイリストをしています、浅野志保です。ノイに入って一番思ったのが、すごい軸がみんなしっかりしてるので、なんか自分をすごい持ってる人たちばっかりに囲まれたので、なんかそれがすごい一番成長、自分の成長につながったかなって思ってて、なので今年はなんかその受けた影響を自分がこうアウトプットする番というか、自分のものにしていけたらすごいいいのかなって思ってます。今年ノイとして打ち出していきたいのは、自分で集客ができる人たちばっかりなんで、まあくまでけどそれを今年は特にノイで打ち出していきたいなっていうのがすごい思ってるので、まあ、そこの部分で言うと、トリートメントだったりとか、もっともっとちょっと打ち出していきたいなとは、思ってます。友達から自分がどう見られたいかっていうのをお客さんに必ず聞くようにしてて、まあその自分がやりたいと思ってるやつが似合わなかったりするっていう場合もやっぱりたまにはあるので、周りから大人っぽく見られたいとか可愛く見られたいとか、そういうのをすごく重視はしてますね。こう自分の今の気分でお客様に合うものを、最近この色ハマってるんだよねどうみたいな感じで、なんかこれが気分なんだよねって自分のやりたい方にこう促すじゃないですけど、なんか気分を伝えてお客様に自分の気分に乗ってもらうような流れを作るのが全員に共通してやってることかなって思います。お店でみんな働いてみてすごいなんか言われたんですけど、なんか小山さんってめっちゃ大丈夫ですかって聞きますよね。すごいこう言われたんですよ。自分ではあんまり意識してなかったんですけど、めっちゃ聞きます。多分お客さんにめっちゃ言ってますよね。めっちゃ言ってます。やばいっす、本当に。大丈夫ですか？もうあの3秒に1回言います。マジで大丈夫ですか？すごいスピードで言いますね。大丈夫大丈夫。でもあの確認はすごくしますね。なんかこうちょっと心配性。そうですね、心配性なんで、なんかこう一つのこうモーションが終わったら必ず1回は確認するとかは結構するかもしれないですね。そうですね、うん、これはノイで全体的に伝えてるんですけど、もうずっとこう来てくれるお客様、リターン1回系じゃなくて、もうずっと寄り添えるお客様をみんなで目指そうってすごい伝えているので、まあ、そういう部分も含めて、まあ、そこの最初の初めましてのお客様に対しても、もう僕がこうずっと担当しますんでっていう気持ちで結構みんなやってくれてるのかなと思ってるんで、まあ、そこは今後もみんなでやっていければなと思ってます。はい、マインド的には一回きりじゃなくて、やっぱりずっと携わりたいってお客様とっていう気持ちがやっぱりずっとあったんで、今はもう仕事が少なくなってきて、ずっと携わっているんで、お客様のライフスタイルがそのさっき言った結婚するとか、やっぱりこうショートから飽きてこう伸ばしていくお客様も増えてきて、結構今はレングスに関しては結構もうバラバラになってきたんですけど、なんかこれから自分の中で強みにしたいなっていうか、ノイでも全体的に強くしていきたいなっていうのは、ショートも得意だけど、ショートからロングに伸ばす過程のレングスも綺麗に伸ばせれるサロンにしたいなっていうのがあって、それで言うとさっき のノイの打ち出し のトリートメントをちょっと強くしたいっていうか、髪のケアだったりとか正しいこう知識とかをお客様にホームケアもそうですけど伝えたりとかして、そこも含めてミディアムはロングは違うサロンじゃなくて、うちだったら全てもう完結できるような、それをよりこうノイで全体で強くしていきたいなとは思ってます。もともとリリースのカットが強いサロンに所属していたので、まあ、丸みが帯びてる、まあ、後頭部のカットだったりとか、その前髪のナチュラルな、まあ、レザーカットとかでこう柔らかく出すような雰囲気を、まあ、日頃こう見ていたりとか、まあ、そういうのを練習してるおかげで、若くなりすぎず大人のラフな柔らかさを出すようなメンズのスタイルっていうのを、まあ、その元々いたサロンのカットを織り交ぜて、今の自分のその武器、メンズカットのやってる技術に行き着いたかなっていうのはすごく感じるので、これはなんか僕だけの得意分野かなと思っております。カウンセリングの時にも絶対
いつもって今日みたいな服着てますか、全然違いますかって聞くんですけど、なんか女の子って男性と違くて本当に日によって服とかも変わったりするし、1年通しても気分が変わったりすると思ってて、なんでなんかファッションに似合わせたいっていう思いがもともとずっとアシスタントの時からあったりとかして、で自分もファッションが好きだし気分もすごいコロコロ変わるので、なんかそれにこうフィットする髪型を作りたいなってなんとなくはずっと思っていて、いろいろこれも好きだしこれも好きだしっていうのをやっていく中で、お客様を通して、あ、やっぱりこれっていうよりかはお客様のライフスタイルとファッションに合ったものを提案し続けたいなって思って、なんで今はそうですね、洋服に似合うっていうのを一番大事にしてるかなって思ってます。結構前髪を作ってほしいっていうお客様がすごい多くて、なんか昔インスタグラムでなんか前髪を切ってる動画を載せたんですけど、なんかこうそれがこう自分が狙ってたとか全然なくて、あのたまたま載せたらバンってなってしまって、なんかそれをこう見てお客様が前髪を切ってくださいってすごい来るってなったんですよ。でもなんかそこから前髪のことを勉強し始めて、そこからです、前髪大事です。この投稿はご存知？ちょっと知らないです。それはただ前髪も小山さんすごい、この前も講習やったんですけど、ノイで小山さんでめちゃくちゃやっぱ上手ですね。かっこいいですもんね、前髪切られてる時。うん、そうなんですよね。チクチそれ前髪じゃなくてもなってるとか。前髪カットのカリキュラム入れました。前髪だけのカットって、なんか僕自身もそうだったんですけど、なんかアシスタントの頃にそれが学ぶことがあんまりなくて、結構ここのがなんか不透明なところがちょっと多少あったりとかして、なんかそこをあのカリキュラムに入れてよかったなと今も思ってますね。なんか将来の可能性を本当に何通りも見せてくれるというか、なんか美容師って美容師だけって、まあ、多分今までだったらそういう世界だったと思うし、それをじゃないとなんか、まあ、ダメじゃないですけど、うんってなるような業界だったのかなって自分はすごい感じてたところを、いい意味で壊してくれたというか、世界がこうバッと分かりやすく大きく広がったなって思ってるんで、下の子たちにもそう思ってほしいなと思うし、可能性を広げてくれる場所だなって思ってます。結構やっぱいろんなスタイリストが集まってるんで、まあ、打ち出すスタイルも結構みんなバラバラなんで、彼はメンズだったりショートとか、まあ、ブリーチとか、あと他にもファーマー打ち出してるスタイリストもいたりとかして、そういう上手ですねみたいなのはずっと同じことやっててもなんかこう自分がこうテンション上がってこないなって思ったりするんで、上手ですね。なんかまだまだ全然上手くなれるし、うん、みたいな、そういう意味ではすごいなんか成長させてもらえる場所だし、まあさっき彼女も言ったんですけど、まあ、選択肢の多い場所だと思ってます。まあ、僕にとって本当に落ち着く場所であるのは間違いなくて、それもお客さんはなんかこうみんなの雰囲気がいいっていうのも感じていただいてて、だからこそこう自分がまあお店を持つ立場になった時とかに、まあそういう雰囲気をその他の下のスタッフとかにまあ与えられるような存在になっていきたいなって、平さんと山さんとか塩ちゃんを見て思います。いろんな選択があるサロンにしたいなっていうのは あるので、できない理由を探すよりもできる理由を探した方が絶対僕はいいなと思ってて、でそこをなんか目指していけるようなサロンだったりとか、あとスタッフ同士でも高め合えるサロンにしたかったりとか、そういうどんどん可能性を否定しないような、僕自身もそうですし、まあ、ノイ自体ももういろんな可能性があるなっていうのをみんなで協力してそこに対してこう実現できればなっていうのはすごい思ってます。